どうもバンマーマスの田中です。ですね、まあ、今はですねとにかくコロナウイルスの話でもうテレビでもですねマスコミでもとにかくその話で持ちきりでしてね、特に今日はなんかディズニーランドが閉園なんか、ね、何週間か閉園するとか、ユニバーサルスタジオなんかもねもう営業ちょっと中止するとかですね、まあ、大きな各種スポーツイベントも中止になったりとかね、卒業式までも危ういとか、まあ、そういった形でですねもう本当になんか暗くなるような話ばっかりが蔓延しておりましてね。で、まあ、その中でもですね、特に我々のような自営業者ですね、その中でも特にやっぱお客様商売ですよね、こういった特に飲食店ですよ、もう我々みたいな飲食店はねもうかなりこれ打撃を受けるんじゃないかなっていうのがですね、まあ、想像がつくわけなんですけれど、ただですねもう、僕も18年間ずっとバーをやっておりますので、今までねいろんな、こういったね震災ですとか、まあ、パンデミックとかですね、まあ、パンデミックはあんまりなかったかも分かりませんけどね、震災とかいろいろあった中で、ですね、経験したことをちょっとお話ししたくてですね、というわけでね今日はまあ、自営業者さんですね、落ち込むことはないですと、皆さんを元気づけることができますと、僕はもうそのためにねちょっと話したいことがあるんですね。皆さん元気づけるためにですね、特に自営業者の皆さんを元気づけるために話したいことが3つありまして、それをちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけれど、まず1つ目なんですけどね、必ずね、リバウンドがあるっていう話なんですけど、これ何かと申しますとね、まあ、こう思い起こせばね本当に2011年の東北の大震災の時なんですけれど、まあ、あの時もねその3月11日に震災が起きまして、そこからねやっぱりもう3月の後半ですね、まあ、皆様もね記憶に新しいと思いますけど、自粛だったんですよね。いろんなイベントが中止になったり、もう今みたいなもんですよね、中止になって、まあ、当然ね我々飲食店はその大きな煽りを受けたわけなんですけれど、でこれね僕ずっとデータ取ってるんですよね、もうデータ取ってるというか売上帳みたいなやつなんですけれど、その時のね売上なんですけれど、それまでの、10年間近いデータの中での平均値ですね、3月の平均値と比べますと、マイナス 35% ダウンしたんです、売上が。ね、大打撃じゃないですか、 35% の売上ダウンしたんですよ。ところがですね、じゃあ4月どうなるかと申します。4月の平均値も当然あるんですけれど、例年の4月のですね 23% 売上がアップしたんですよ。まあ、つまりね結局3月に自粛してた人たちが4月にバーンとも反動で来たっていうことなんですね。だからこう、まあ、そういうのってよくあるんですよね、まあ、長年やってますとそういうのも本当よくわかるんですけど、例えば平日ずっと暇な日が続いたらその週末にドカーンと来るとかですね、まあ、そういうのがあったりとか、まあ、平日当然ザーッと忙しい日が続いたら週末暇になるとか、やった3連休だから売り上げはいっぱい上がるぞと思ってたら結局、週末の2日分の売上が3日間に分配されただけみたいな、ね、なんかそういうなんていうんですかね、売上あるあると申しますかね、そういうデータがあるわけなんですね。ですからね、今はもうおそらく今からちょっと厳しいことになると思うんですけれど、やっぱりね明けない夜はないとかね言いますけれど、本当にまさにその通りで、今はねもう我慢するべき時ですけど、必ずこの反動が来るので、その時に向けて準備しといたらいいんじゃないでしょうかということですね。だから今はねこう辛い状況に陥ったとしても落ち込む必要ないですよというところがまず一つですよね。はい、2つ目なんですけど、これもですねよく僕このマモヤンチャンネルでお話ししてますけどね、かの、マラソンのですね高橋直子さんが、おっしゃってた名言がありましてね、まあ、近所の店の壁に飾ってあった高橋直子さん直筆のサインに書いてあった言葉ですね、もうこれ再三にわたってここでご紹介してるんですけど、すごくね僕の心の中に残ってる名言でして、まあですね、日の当たらない寒い日は下へ下へと根を生やせ、やがて大きな花が咲くというような、そういった言葉なんですよね。もうすごくそれは僕の心の中にもうなんていうの響いている言葉でして、でまさにその今日の当たらない日に直面しようとしているわけなんですよね。でもだからといってね、暇だからといっても、なんていうの思い悩むとかで苦しんだりするんではなくて、必ず、日が当たる日が来るわけですから、その時に向けて下準備ですよね、今のうちにしっかりとした下準備をしとくということですよね。ですので、まあ、今のうちにもしかしたらバーテン、まあ、僕はバーテンダーですからね、バーテンダーの技術を習得するなのか、経営の勉強をするなのか、ね、まあ、今ちょうど確定申告の時期ですんでね、暇時間帯にも確定申告を済ませてしまってね、まあ、皆さんが来始めた頃に一気にバーンとこう、
勢いよく行くみたいな感じで準備をするということですよね。まあ、そういった形で、今は日は当たらないかもしれませんけど、日が当たった時に向けてですね、準備をしとくということですね。まあ、それが2つ目ですね。はい、それで3つ目ですね。これも何度かですね、このチャンネルの中でお話しさせていただいたんですけれど、必ずですね、何かの需要がなくなったら新たな需要が生まれるんですよね。もうこれはもう歴史的に絶対そうだと思うんですけれど、もしかしたらね、当分の間飲食店にお客さん来ないかもしれないんですけれど、だからまあ需要が減るわけですよね。減るかもしれないんですけど、その反面 何かの需要が上がるはずなんですね。それはもしかしたら飲食店の中では無理なことかも分かりませんけれど、自分にできることですね、自分にできる仕事であったりですね、まあ、能力であったりとか、そういうものがですね、逆に何か役に立つものがあると思うんですね。必ず何か新しい需要が生まれるはずなんですね。これ何かの需要が廃ると何か新しい需要が生まれるはずですので、今からですね、こういったなんか震災とかね、こういったパンデミックみたいなですね、まあ、家から出ない人がもうものすごく想像つくわけですけど、それはそれでね、やっぱり新しい需要が生まれるわけですから、悲観することなくですね、何か自分にできることないかなと、自分に提供できる何かの新しい需要に対して提供できるものないかなという考えるチャンスでもあると思うんですね。だからこれは本当に、一見ピンチに思えることでもチャンスだったりするわけですからね。だから商売人でしたらね、まあ、そういった新しい需要に対してのですね、なんか商品を提供するとか、まあ、大きくなくてもいいと思うんですよね。もう自分にできる範囲でも必ず何かあるはずですので、何か新しい需要に向けてですね、何かを供給するということを考えられたらいいと思うんですね。はい、やっぱり暗くなりがちなんですけれど、ね、まあ、塞翁が馬という、ね、人間万事塞翁が馬ということわざもありますようにね、こういうところでもう一喜一憂するわけじゃなくてですね、いちいち落ち込むんじゃなくって、次のステップに向けたですね、新しいステップに向けた準備をするべきじゃないかなと思っております。ですからね、僕も確かに今からおそらく厳しくなるなと思うんですけれど、新しいこととかですね、今のうちにやることに向けて、自分にできる範囲でベストを尽くしたいなと思っております。ですね。ですからまあ僕もそうですし、バーをやってらっしゃる方、飲食店をやってらっしゃる方ね、その他自営業の方とか一般の方も見ていただいてると思うんですけど、悲観することなくですね、もう粛々とですね、前進していくのみだと思っておりますので、まあ、少しでもね、皆様の元気になればと思いまして、今日このような動画を配信させていただきました。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。頑張っていきましょう。